サバを読むヒロユキこの漢字わかりますかあとそりゃわからないんですけど漢字ってある程度推測できますあのまず右がこれ実は青という感じなんですよねあのこの感じというのは青の旧字体なわけですよね左の漢字は魚と読むじゃないですか まなんで、青い魚ということが分かるんですよ。で、ファイティングにもっていう、まあ、戦うお魚さんのアニメがあるんですけど、あれに出てくる青い魚ってドリーっていうんですよ。なんでドリーって読むじゃないですか。はい。えー、私、女子高校生でひろゆきさんが大好きで付き合いたいんですけど、ひろゆきさんって何歳ですかと、18です。論理が破綻しまくっているひろゆき。 えっ、ー、と、もちろんわかんないんですけど、あの、漢字ってある程度推測ができるんですよね。あの、このまず右の漢字が、ま、あるとか存在するとかいう意味があるんですよ。で、左の漢字が魚って読むんで、ま、これを合わせると、存在感が強い魚ということがわかるんですよね。で、その海で一番存在感の強い魚って、ま、クジラじゃないですか。で、僕が一番好きな寿司がマグロなんで、これはマグロって読むんじゃないですか。と,あと はい、あの頭を使えばこれぐらい分かるということがはいあの分かったと思いますはいお疲れ様です <laughs> NG シーンこれ読めますか、えっと、もちろん分かんないんですけどあの漢字ってある程度推測ができるんですよねであのこの右の漢字がまず「ある」とか「存在する」とかいう意味なんですよ。で左の漢字がその魚という 何だろう。チャンネル登録してもらっていいですか。お願いします。